杉本正隆は、将棋騎士。騎士番号197。愛知県名古屋市出身。板谷進九段門下。竜王戦一組、通算七期。日本将棋連盟非常勤理事。1990年、プロ入り。第48回 NHK 杯テレビ、将棋トーナメントで、桐山清澄、森内俊行、中川大輔、屋敷信幸らに勝ち。 ベスト4進出。準決勝で、堀口和文座に敗れる。2001年、第20回朝日オープン将棋選手権で、米長国を、森内敏幸中原誠らを破り、決勝進出。決勝5番勝負で、堀口和文座に1勝3敗で敗れ、準優勝。竜王戦では、第16期に3組優勝、第17期には2組準優勝となり、 2年連続昇級で一組へ、上り詰めた。2008年度の B 級一組順位戦において、高橋道を井上啓太と並ぶトップタイの成績を上げたが、順位が下位であったため頭跳ねで、A 級昇級を逃した。第74期第74期順位戦 B 級2組では3勝7敗の成績に終わり、高級点2となり C 級一組へ高級した。 二千十八年三月八日、第六十八期王将戦一時、予選二回戦で弟子の藤井聡太と初対局、千日、趣旨し直しの末破れ、恩返しを許した。二千十九年二月二十二日、テレビ棋戦での勝利で、勝ち数規定を満たし、八段に昇段した。八段まで全て勝数規定で昇段したのは、安倍隆史、中田広樹、中川大輔、日浦一郎。 泉ずみまさき、か崎健次、中大じ、に続き、史上8人目である。第77期順位戦では、近藤聖也、船、高校平、そして藤井聡太と8勝一敗で並んで迎えた3月5日の最終局で勝利。他の3人も勝利したが、順位の差で、来期 B 級2組へ昇級。藤井との指定同時昇級はならなかったが、50歳での、 B 級二組昇級は、史上4位の年長記録となった。振り飛車等の騎手として知られ、特に島飛車、中飛車を得意とする。板谷はじめ門は、振り飛車は良くない、若いうちは一飛車で行きなさいという考え方の一門であった。杉本は、奨励会に入った当初、拒否飛車等であったが、2年間六級のままであったことと、自分の武器は体力だと知ったことから、 フリッシャ党に転じた。杉本のフリッシャは、奨励会時代から定評があり、先に4段に上がった村山清は、全フリッシャ党の中で唯一の本格政党派、めちゃくちゃ拡張が高いと評していた。また、共に第7回3段リーグを戦った藤井武氏は、当時3段リーグにおいてフリッシャ党が苦戦を強いられていた状況を踏まえ、飛車もさせるようになっていた。 方が良いのでは、と迷っていたところ、杉本が振り飛車を中心に差しこなして、プロになったのを見て、勇気づけられ、翌期は、振り飛車一本で望み15勝3敗の好成績を、残して、プロ入りを果たした。小林賢治と共に富士システム以前の非常に、システム化された、振り飛車定石を整備した功績がある。なお、小林は、板や進む門下の兄弟子でもある。商談規定は、 将棋の団球を参照。竜王戦と順位戦のクラスは、将棋騎士の在籍クラスを参照。ありがとうございます。